ベルサイユのバラを見たよ。名作としてね、名前は聞いていたんだけどね、実際はもう全然内容を知らなかったから、見てみたらね、いや、めっちゃ面白かったな。というよりまずね、大河ドラマとは知らなかったな。なんかこう恋愛多めな話なのかなという、なんかあの先入観を持ってた。まあ恋愛はあるっちゃあるけどね。まあ話としては、あのフランス革命が起こる、までのその20年間のその、ベルサイユ宮殿でその近衛連隊長をするそのオスカルの話なんだけどね。まあそもそもね、俺なんかフランス革命について、あのナポレオン志士の時代でしか知らないなと思っててさ、まあ、ナポレオン志士の時代もあれフランス革命起こって、あのルイ16世が処刑された後のからのその話の方が多いからね。だからまあなんか起こるまでの事件とか全く知らないからさ、なんかマリー・アントワネットがさ、なんかあのそのデュバリー夫人となんかあったり、ポリニャック夫人と会ったりとか、あと首飾り事件とか全く知らなかった。世に名高い首飾り事件とか言われてもね、全く知らないんだけどみたいな。名高いか分かんないけど知られたやつ、でもってね、あの割と前半ね、あのオスカルが主人公だと思ってたんだけどね、オスカルなんかどっちかちょっとなんか狂言回し的なポジションでね、あの話のなんかそのストーリーの主人公はあのマリー・アントワネットの比重の方が大きいなと見てて思ったんだよね、そこら辺は。オスカルが主人公をしだすのはね、あの、近衛連隊長を辞めた後あたりからがね、なんか、まあ、オスカルのなんか話が進み出したなっていう感じがあるんで。まあ、それまでなんか、あの、ちょくちょくなんか、そこに行き着くまではこう、あったけどね。いやー、まず歴史が、まあ、大河ドラマ好きだからさ、そこら辺がまず面白かったよね。やっぱりあの、ルイ15世がね、崩御されてからさ、ロベスピエールとかさ、出てきてさ、こう、もうロベスピエール出てきたら、こう、おってなっちゃうよねっていう。で、そのロベスピエールが出た後にさ、ミラボーが出てきたんだよ。ミラボーが出てきて、なんか酔っ払いながらさ、あの、ロザリーに抱いてさ、なんか、どうや、一晩一緒に過ごさんか、みたいなことをなんか言うんだけどさ、ミラボー出すんだって驚いたんだけどさ、その後ミラボー全く出てこないんだけどさ、なんで出したのミラボーみたいな思っちゃって。あとあれだな、あの、サンジュストのね、あの謎キャラクター。サンジュストがね、あの、血に飢えたね、暗殺者みたいなキャラクターになってさ、何がどうしてこうなったみたいな。もうこんなサンジュスト初めて見た、女。殺して、みたいな。ヒヒヒヒみたいな感じで笑うサンジュスト初めて見たよ。あれはもう驚いた。あとね、まあ、オスカルはね、なんか割と想像通りなキャラクターをしてたんだけどね。なんかあの、話に聞いていた、なんか断層の霊人みたいな。まあなんかあの、わかるなみたいな。なんかあの、想像してた通りのキャラクターだなっていうのはあったんだけどね。あのね、オスカルは、そうなんだけど、あれかな、あのあれちょっと名前がパッと出てこないなんだったっけな、アンドレはね、なんか全然なんかイメージと違った、なんかてか割とね、もう序盤の俺なんだろうね、アンドレはなんか割となんかあの見た目的にこう
想像してたのはちょっとロベスピエール的な、いわゆるなんか市民側のなんかポジションのなんかこうシリアスキャラかと思ったんだけどね。オスカルのそのまあ幼馴染兼ね、部下みたいなポジションで、ね、序盤割とね、なんか軽口叩いてさ、オスカルを怒らせたりとかさ、なんかそんな、なんか結構なんか来やすい感じのキャラクターだったんだよね。まあそれ驚いたんだよね。あれ、なんかイメージのアンドレと全然違うなって。で、なんかイメージ通りになり始め、見る前のイメージとなんか一致し始めたのがね、片目失ってから、片目失ってからはね、めちゃくちゃシリアスキャラでね、なんか全然なんかギャグっぽくない、なんかアンドレなんかギャグっていうか、なんつうか、まあお調子者っていうか、まあそれもとっても違うんだけど、まあ、ちょっとまあちょっと軽い感じのノリがなくなってこう影をね影をまとい出したアンドレになり始めて、そっからまあなんつうか、なんか面白くなってきたなって。いや、もともと面白かったけど、アンドレとしてのキャラクターが面白くなってきたなと。いやー、そしてフェルゼンね、声めっちゃかっこよかった声野沢那智さんなんだけどね、俺がなんかイメージする野沢那智さんの声って、やっぱりなんかダイハートとかさ、コブラとか、なんかそんな感じだったからさ、なんかあそこまでなんかかっこいい声の野沢那智さん、初めて、最初俺驚いた、名前見てえ、このかっこいい声野沢那智さんなのみたいな。フェルゼン面白かったな、なんか俺は逃げるぞってかっこいい、かっこいい逃げる宣言とか、まあ、フェルゼンも知らなかったんだけど、そんな実在の人物がいたなんて。いやー、そう、なんかね、ほんとなんかし、なんか、そういうなんか好奇心がなんか刺激される面白さはね、あったな。ベルサイユのバラ。全くなんか知らない時代の話だった。そこら辺が見てて面白かったな。でもって。まあ、オスカルとアンドレのね、あっけのない死に方。本当にあっけなくて驚いた。マジで。いや、オスカルはまだかっこいいかもしれんけど、アンドレあんな、あっけなく、銃に撃たれて死ぬんだ、みたいな。マジで、流れ弾が当たって死んだ、みたいになっちゃって。驚いたわ。なんか、で、いや、アンドレもね、なんか最後らへん結核になってね、半年、余命半年みたいななっちゃったんだけどね。あれ結核つったのって、大太子の騎士によるもんじゃないかっていう、なんかタイミング的にそうとしか思えないような感じでさ、大太子の騎士で移ったんじゃないか疑惑が俺の中にあるわ。まあそう、断言はされてないけどね、なんかタイミング的にそうとしか思えないんだよ。まあそうなる前にね、バスティーユ牢獄襲撃で途中で集中砲火を食らって死んでしまうという。いやー、このあっけなさ、驚くね。でもってね、見終わった後にね、1話とかさ、無料公開とかしてるからさ、ちょっと原作の方を見てみたんだけどね、雰囲気が全然違って驚いた。割となんかギャグ顔とかと頻発しててさ、全然違うみたいな、ノリ全然違うみたいな。驚いた。もう、オスカルの父親とかなんか、なんか、なんか全然なんか、内海さんの声で喋りそうにないノリみたいな感じで。
で、なんか、オスカルもなんか、父親のことなんか、バカ親父とかなんか、クソ親父とかなんか言ってて、ね、え？あ、全然違うんだな、アニメと原作のノリって。まあ、原作も、いつか読んでみたいな、あのエロイカも合わせて。いつかなんか、いつか揃えて読んでみたいな。